ゴールデンウィークはキャンプ場や公園で過ごすという方も多いんじゃないでしょうか。そこで名古屋市港区にあるアウトドアグッズ専門店です。入り口を入ってすぐのところには焚き火を楽しむイメージのマネキンがお出迎えです。ゴールデンウィークムード高まりますね。港区にあるエルブレス名古屋港店、キャンプ用品やバーベキューグッズなどおよそ5万点の商品を扱っています。例年と比べて今年の売れ行きっていうのはいかがですか？非常にキャンプレジャーというのは注目されたんですけども、それ以降、今年は行動制限ないので、いろんなレジャーが楽しまれるというところで、キャンプレジャーに関してはコロナ禍で楽しかったなといういい体験をされた方が買い替えだったりとか、買い足しという形で非常にご来店いただいている状況ですね。多部井店長にこの時期人気のキャンプ用品を教えてもらいました。リビングと、あとは寝室が一体型になっているものが大変人気あります。実際この間の土日に関してもそれなりにやっぱり購入されている方も増えてきています。キャンプをするファミリーに人気なのが部屋を2つに区切ることができる2ルームタイプのテントです。おお、結構広いですね。ちょうどお父さんお母さんで、お子さん2人のうち3人ぐらいがこうゆったりと使えるサイズになってます。さらにセットでおすすめしたいというのが新発売されました、空気を入れて膨らませるカウチソファーという形で出てます。夜の過ごし方って昔はもう本当に食べると焚き火だけだったんですけど、今タブレット持ってくんですよね。それで動画を見ると、その時に椅子じゃなくてこういったゆったりできるソファーで見るっていうスタイルが人気が出ていますね。そして日帰りキャンプで人気なのがポップアップ式の小さなテントです。じゃーん。遮光性に優れた素材を使っていて光や UV をブロック、公園や海で活躍すること間違いなしです。その他防虫グッズや急な雨などへの対策としてポンチョが好調だということです。そしてもう一つ今売れているという商品がこちらなんです。パッと見ると黒いお皿のようなんですけれども、これ鉄板と中華皿のいいとこ取りをした、鉄板の鍋のようなもので、これちょっと、そう、これちょっとね、2センチぐらい深さもあるじゃないですか。なので鉄板のように焼いたり炒めたりすることもできるし、なんなら物もちょっとこうね煮ることもできるっていう。少しね。そう、これこの1年で4万台売れている。すごい。ちょっと佐藤さん、持ってみてください。どれどれどれ。いかが？あ、軽いの。扱いやすいですよね、すごく。よかった。軽いんですよ。軽い。そう、アルミ合金なんで軽くて、しかも炒めてても焦げ付きにくいし。はあ、本当だ。これなんかちょっとこう切り株のようなデザインになってるんですよ。ちょっとね。アウトドアに持っていくにはね、やっぱ軽さって大事ですよね。大事ですよね。できるだけ軽減させたいですから。しかもアウトドアだけじゃなく、これ IH 対応なんで、家でも使える。でどんな料理作るのっていうのがこちらなんですけど、例えばパエリアを作ったり、こちらアヒージョですよ。中にねこうカマンベールチーズとかを入れて、これ油で溶かしながら食べていくっていうこともできるし、調理してそのままドーンって感じですよね。そうそう、鍋敷きに置いたらもう外でも家でもできるし、あとねちょっとこちらご覧ください。何ですか？はい、これやりたい。サムギョプサル。いいでしょ。これだからツーウェイと言いますか、一皿で鉄板の部分と中華鍋っぽい部分を両方使うことができるから、外側でお肉を焼きながら中心のくぼみに油を引いてキムチを炒めるみたいな。これ持ってったら人気者ですよ。みんなこれありがとうって言ってくれる。これ欲しい。使える。このように、家でも外でも使えるグッズが今売れているという。今年のゴールデンウィーク前半ちょっと天気怪しいですから、家の中でも使えるとなるとね、無駄にならないなと思います。こうしたグッズ使ってゴールデンウィーク楽しんでみてください。